タングは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、西インド諸島に生息する南洋萩、天狗萩、黄色萩など、ニザダイカの一部の通称にちなむ。なお、創出から7年後に、タング級潜水艦一番艦として2代目タングが、収益している。南洋萩、黄色萩、天狗萩、タングは1943年1月15日に、 カリフォルニア州バレーホノメアアイランド海軍造船所で寄港した。1943年8月17日にアントニオ・エス・ピトレプ人によって命名浸水し、1943年10月15日に艦長リチャード・オカーン少佐の指揮下収益する。オカーンは和風の副長として数々の功績を挙げていた。 タングは1943年11月30日に海軍に引き渡された。タングはメアアイランドで偽装を完了し、カリフォルニア州サンディエゴに移動、18日間の猛訓練の後ハワイに向けて出航する。1944年1月8日に真珠湾に到着し、戦闘に備えて2週間の訓練を行った。1月22日、 タングは、最初の紹介で、カロリン諸島、マリアナ諸島方面に向かった。タングは、ウェイク島近海を経て、トラック諸島近海に到着。2月8日に帰島中のガードフィッシュと会合した後、ウールウル島近海に移動した。当時、アメリカ海軍は、エニュエトクの戦いの支援作戦である、トラック島空襲を控え、トラックから脱出する艦船を叩き、 かつ味方の援護に従事させるべく、トラックの周囲に9隻の潜水艦を配置し、タングもその1隻として配置された。2月17日未明、タングはレーダーにより2隻の貨物船、1隻の駆逐艦、及び5隻の小型護衛艦からなるであろう、輸送船団の接近を探知。この船団は、横浜からトラックに向かっていた3206船団であった。 タングは3206船団を追跡したが、船団まで7000ヤードまで接近したとき、一隻の護衛艦がタングの方に向かってくるのを確認し、タングは先行。直後に爆雷を5発投じられたが、被害はなかった。タングは、潜望鏡深度に戻して観測し、2時35分、タングはの地点で、行天丸に対して、魚雷を4本発射。 そのうち三本が命中し、行天丸は大爆発を起こした末に、船尾から沈んでいった。タングは二度目の攻撃をかけるべく3206、船団の前方に出ようと試みたが、間もなく船団は去っていった。二日間にわたる、トラック島空襲が終わると、タングはサイパン島西方の新商海海域に移動することとなった。2月22日夜、 タングは3隻の輸送船と4隻の護衛艦からなる輸送船団を発見し、浮上攻撃をかけることとなった。タングは追跡の後、のサイパン島近海で福山丸に対して、魚雷を4本発射。魚雷はすべて命中し、福山丸を撃沈した。翌23日未明、タングは再び輸送船団に接近し、船団の先頭を行く山相丸に対して、 魚雷を4本発射。1本目が山総丸の後部に命中し、2本目も命中。3本目は山総丸の船橋付近に命中し、山総丸は爆発を起こして炎上しながら沈んだ。タングは引き続きサイパン統制法で紹介を続けた。2月24日朝、タングはタンカー、貨物船及び駆逐艦の集団を発見した。 タングは良い攻撃位置に着こうとしたが、スコールの到来により、夜になるまで追跡を続けた。夜になり、タングはの地点で、浮上攻撃を行い、越前丸に対して、魚雷を4本発射。3本が命中し、越前丸は沈没。戦団の他の2隻の船は、越前丸沈没で動転したのか無茶苦茶に、発砲し出したので、タングは先行。 翌朝まで追跡を続けた後の地点でシマロン級タンカーに類似したタンカーと判断された船実際は特設急家手艦長光丸に対して魚雷を4本発射3本を命中させて長高丸を撃沈した翌2月26日夕方にも4隻の護衛艦をつけた輸送船団を発見し最後に残った魚雷4本を発射したものの船団は ジグザグ航行する上に小刻みに速度を変えていたので、魚雷はすべて目標の後方を通過していき、命中しなかった。タングは、この紹介で、すべての魚雷を発射し、16発の命中を得た。3月3日、タングは41日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。3月16日、タングは2回目の紹介で、パラオ・ダバン方面に向かった。 タングは、先の紹介と同様、この紹介でパラオを空襲する、第5艦隊に対する支援のため、パラオとダバオを結ぶ海域で、脱出艦船攻撃任務と救助配備任務についた。パラオ近海では漁船などを発見したが、大した獲物には遭遇しなかった。2週間弱に及ぶパラオ近海での紹介を終えると、トラック近海に移り、ここでも救助配備任務についた。 5月1日、タングは着水に失敗して転覆している、戦艦ノースカロライナの観測機を発見し、パイロットなど22名を救助した後観測機を処分した。タングは、この紹介で5回の接触があり、そのうちの一つは戦術の漁船であり、最後に接触したのは、旅行潜水艦と思われる艦艇だったが、いずれも攻撃には至らなかった。 タングは5月6日に紹介海,海域を去り、5月15日に61日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。6月8日、タングは3回目の紹介で、シーライオンと共に東シナ海、航海方面に向かった。6月12日にミッドウェイ島に寄港し補給。ソウフガン近海、トカラ列島を通過して、東シナ海に入っていった。 6月23日、タングは大隅諸島南部で紹介配備につくシーライオンと少し離れて紹介を開始。同日夜には男女群島近海で木の里会合し、三隻は福江島と古式島列島を結ぶ海域を新たな紹介海域に設定した。6月24日夜、タングはの天草灘で、 16隻もの護衛艦をつけた6隻の輸送船からなる輸送船団、シンガポールから顔ぶれを何度か変えながら、文字に向かっていた保冷に船団を発見。タングは浮上したまま保冷に船団に接近し、23時54分に大型貨物船とタンカーに向けて魚雷をそれぞれ3本ずつ発射。4つの命中を得た後に何度か爆発があり、 タングは二隻撃沈と記録した。しかし、タングが観測した二つの目標の影に重なるように、それぞれ別の船舶が降り、この攻撃で、玉鉾丸、応急タンカー、ナスヤマ丸マ、タイマン丸マ、ケンヒ丸の四隻16,923トンを撃沈。攻撃後、タングは、航海での九州と大連艦の航路の紹介に移った。6月26日、 タングは、古式島近海で、貨物船に対し魚雷を4本発射したが、いずれも命中しなかった。6月29日にもの地点で単独航行中の貨物船ビキン丸に対して、魚雷を2本発射したが命中しなかった。タングは非西木丸を追跡し、翌30日未明にの地点で魚雷を、さらにもう1本発射。 これが命中し日錦丸を真っ二つにして沈めた。翌朝、タングはの地点で、タンカーと貨物船を発見し、まず第二大雲丸に、魚雷一本を命中させて撃沈。同行のタンカー第一高鳥丸は逃走したものの、タングは夜になって追いつき、魚雷一本を命中させて第一高鳥丸を、撃沈した。7月3日にシーライオン、ティノサト、 再び会合した後、翌4日の夜明け頃にの大国山島近海の浅瀬を、航行中のアスカヤママルを発見し、魚雷を3本発射。魚雷は、アスカヤママルの船橋下と船尾に命中し、アスカヤママルは1分で破壊された。タングは浮上し、乗組員が漁船に救助されているところを見た。同じ日の午後、タングは、 アスカヤママルと同型のヤマオカマルを発見し、21時28分に、魚雷を2本発射。1本が命中し、ヤマオカマルは沈没。浮上して、救命ボートにしがみついていた、ヤマオカマルの生存者を救助した。タングは、大連近海まで進出し、7月6日未明にの、地点で、通り丸を発見。最後に残った。 魚雷2本を発射し、2本とも命中。通り丸を撃沈した。7月7日に対戦部隊と思われる目標を探知したが、何事もなかった。7月14日、タングは36日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。タングは3回目の紹介で8隻5万6000トンの戦火を申告。戦後の調査で、 戦術の2隻の追加を加算して10隻39,100トンの戦果が認められた。タングの3回目の紹介での戦果は、1紹介での戦果としては、積数別戦果ではトップであり、トン数戦火でも第4位にランクされる記録である。7月31日、タングは4回目の紹介で日本近海に向かった。三倉島。 稲田橋島近海を経て8月9日に、お前崎近海の紹介海,海域に到着した。翌10日、タングは、中型タンカーを発見し、魚雷を3本発射したが、いずれも命中しなかった。攻撃後、タングは、大大崎から潮の岬を結ぶ海域に移動した。8月11日、タングはの地点で、大型貨物船と2隻の貨物船。 二隻の護衛艦からなる輸送船団を発見。二つの目標に向けて魚雷をそれぞれ三本発射し、大型貨物船に一本命中。大型貨物船はボイラーが爆発して沈没したように見えた。ほどなく四番目と五番目に発射した魚雷が別の目標に命中するのを確認。護衛艦が爆雷攻撃を始めたので、 タングは深く先行して攻撃が終わるのを待った。爆雷攻撃は38分ほどで終わり、戦闘強震度に戻って観測すると、2隻の護衛艦以外は何も見えず、生存者の救助を行っている最中だった。この攻撃で、ローコマルを撃沈した。タングは東に向かい、犬坊崎と野島崎を結ぶ海域、ついで、八丈島近海に移動した。 8月14日、タングはの地点で紹介ヨットを発見し、4インチ砲と機銃で攻撃。8つの命中弾を与えて紹介ヨットの構造物を屠殺状に変えた。タングは再び西に向かい、8月20日と21日には、貨物船を発見し来撃したものの、魚雷は命中しなかった。しかも、発射した魚雷のうち1本は動かなかった。 8日後の8月22日には三木崎近海で第二南札丸を発見し、魚雷を4本発射。1本を命中させて、これを撃沈した。翌23日、タングはの静岡県可決つ東大近海で1万トン級の大型船と思われる船舶を発見し先行。11時18分に魚雷を3本発射。そのうちの2本が命中し、 石炭運搬船畜子丸を撃沈した。二日後の8月25日には、三木先沖で、中型タンカーと護衛艦を発見。最後に残った、魚雷三本をすべて発射し、三本とも命中したと、判断した。この攻撃で、タンカー第八南京丸を撃沈した。タングは、翌26日に紹介海,海域を離れ、9月3日に34日間の、 行動を終えて、真珠湾に帰島した。戦後の米軍の調査によるタングの破損状況図9月24日、タングは5回目の紹介で、台湾海峡方面に向かった。しかし、この紹介でタングはついに帰らず、タングの運命は生還した、オカーン艦長による報告書で明らかになった。タングは9月27日に、ミッドウェイ島に帰港して、補給を済ませ、 台風をやり過ごした後、先島諸島近海の嫌い腹を抜けて、台湾北部の紹介海,海域に到着した。これと前後して、タングは、シルバーサイズサーモントリガーで構成された、ウルフパックに加わるかどうか意向を打診されたが、タングは、単独紹介を選んだ。10月11日未明、タングは、台湾北端付企画近海で14ノットで、 高校中の大型貨物船と思われる船を発見し、魚雷を3本発射。2本の魚雷が命中し、目標は沈没した。同日の21時頃には別の目標を発見し、魚雷を1本だけ発射。魚雷は無駄にはならず、目標は沈没した。この日の攻撃で、タングは、助手号と、大板丸を撃沈した。10月19日。 タングは中国大陸沿岸部に進路を向けた。翌20日4時頃、タングはレーダーで敵の集団を探知した。観測を続けると、少なくともカトリガタジュニオウ艦と思われる大型艦と2隻の駆逐艦がおり、19ノットの速度で航行していることが分かった。この艦隊はフィリピンに向かう第5艦隊だった。タングは5度も接近して攻撃しようとしたが、ついに果たせなかった。 タングは、復讐近海の海団島に侵入して一息ついた。10月23日未明、タングはの宝庫諸島北北西130キロ地点で、ウレイ山船団の接近を探知、オカーン館長は夜間に浮上攻撃を行うことを決定した。タングは、船団の中心に浮上し、前後左右に目標を置いた形となった。タングは間髪入れず、 近くのタンカーに魚雷を発射した。タングは先行することもなく、鳥り舵を切って、別の目標の船尾を巡った後、艦尾発射艦から魚雷を4本発射。魚雷は別のタンカーの船尾に命中し、タンカーは沈んでいった。この時、タングに横切られた貨物船が前を行く別の船に追突した。タングの左舷前方には護衛艦が、 左舷艦備側には、駆逐艦が迫っていた。タングは、全速力で開けた水域に向かい、憂サ山戦団から離れた場所に着いたとき、別の爆発と炎上する三隻の船が観測された。この攻撃で、タングは三隻の1万トン級タンカーを含む五隻を、撃沈したと考えた。実際には、あず運丸、立つことぶき丸、若竹丸の三隻を撃沈。 この時に攻撃したタンカーは後に貨物船であったことが確認された。中でも若竹丸はタングを発見するや稲や台あたりを試みて突進したものの寸前でかわされその直後に撃沈された。タングは再び海団島に向かい一息ついて次の攻撃に備えた。すでに冷手島の戦いが始まっておりさらなるズメの戦断が通過する。 可能性があった。10月24日夕方、タングは、カラス級諸近海で大輸送船団を発見した。これは10月18日に、イマリ湾を出港し、ミリに向かっていた、ミ23船団で、潜水艦の攻撃を避けるべく、大陸沿岸スレスレの浅瀬を航行していた。タングはレーダーで探ったものの、多くの交点を示したためあまり役には立たなかった。 タングは12ノット程度で航行していると思われたミニチュ船団の追跡を開始した。日付が変わって10月25日1時15分、護衛艦の一隻第46号解剖艦はタングを探知し、発光信号とサーチライトで船団各船に全速航行するよう加練したが、サーチライトで船団を照射したことはタングからしてみればあまりにも親切なことであった。 勝者により、何隻かの輸送船やタンカーの姿をさらけ出したからで、ある。2時8分、タングアの地点で攻撃を開始し、輸送船に向けて、魚雷を発射した後、高原丸に向けて、艦尾発射艦から魚雷を発射。魚雷は、高原丸の船尾と、右原戦争に命中して、高原丸は船首を海上に露出した形で、沈没した。 高原丸の後方を航行していた応急タンカー、松本丸は、高原丸に向けて発射された魚雷のうちの一本が、命中し、航行不能となった。タングは、護衛艦や船団各船からの砲火を避けるべく、全速力で、船団中を走り抜け、一旦船団から9キロ離れた場所に退避し、最後に残った23番画目と24番目の、魚雷装填を急いだ。 装填後、タングは再び戦団に近寄り、新たな目標に照準を合わせた。23番目の魚雷は900ヤードの地点から発射され、厚くまっすぐに進んだことが確認された。24番目、最後の魚雷が発射され、それは火事に異常をきたしており、浮上し左に曲がって旋回し始めた。タングは予備電力を使って艦尾を振り、 魚雷の進路から外れようと試みた。しかしながら、およそ20秒後、タングの後部魚雷室に自らが発射した魚雷が命中した。タングは、艦尾から沈没し、水深30メートルから40メートルの海底に着底した。爆発のショックで、環境にいた見張りの何名かは海上に放り出された。艦内の乗員は、艦全部に集まり、脱出が開始された。 着底した時点では30名余りの乗員が生存していたが、半数以上が火災による煙を吸引して窒息死し、艦を脱出できた乗組員は9名だけだった。第34号解剖艦は、高原丸と松本丸の船員の何名かを救助した後、ソナーで海中を探索すると海中に動かぬ物体があるのを探知。 付近の会場には漂流する船員が多数いたので、爆雷を一発だけ投じた。その後、再び救助活動を続けると、逃げてゆく漂流者がいるのを発見。直ちに確保し、尋問すると、オカーン艦長と潜入将校であることが分かった。間もなく近くに浮袋が浮かび上がり、何名かのタングの乗員が浮かび上がってきたので、これらも捕虜とした。一部乗員は、 自分が撃沈した、海面に突き出した、輸送船の船首部分で翌朝を迎えたと伝えられた。オカーン艦長に対する尋問が行われ、オカーンは、我々は、国際法上の捕虜としての権利があり、尋問を強要されるものではなく、国際法上定められた待遇をせよと幕し立てたので、オカーン艦長からの尋問を諦め、他の若いタング上院にも尋問を行った。 ともかく、第34号解剖艦の乗組員は収容した、生存者から自分が撃沈した艦がタングであることを知ると非常に喜び、環境両側に潜水艦の絵を白く描き、その下にタングの艦名を英語で書いて記念にした。エバラマルと松本マルの船員の中には乗り合わせたタング乗員にリンチを加えた者がいた。 オカーン艦長以下生存の乗員は、捕虜収容所に収容され、終戦後解放された。乗員からの情報の一部は、1944年10月に、座礁喪失した、ダーターの日本側調査記録と合わせて、海軍対戦学校において、米国潜水艦関係資料速報として、編集された。タングの沈没位置が旋回であることから、日本海軍は、 タングの調査と捕獲を試みた。作業は11月2日に指示され、駆逐艦栗を機関とする作業隊が編成された。11月15日、作業隊はの位置を中心に作業を行い、11月28日にタングの一部を拘束した。その後も作業は続けられたが、南岸低気圧の影響で作業は次第に困難を極め、また、 大陸基地からの B-25 などの飛来が何度かあったため12月25日をもって作業は打ち切られた。一連の作業での成果は実質なかった。タングは1945年2月8日に除籍された。タングは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞及び2個の主君部隊賞を受賞した。オカーン長は 最後の紹介の功績で帰還後に名誉勲章を受章した。タングは当初5度の紹介で31隻の艦艇を撃沈し、その総トン数は227,800トンに上る。また、合計4,100トンの2隻を破壊したとされた。戦後に、ジャナックによる調査で24隻の日本軍艦艇を 激沈し、その総トン数は93,824トンに、上ると、下方修正されたものの、一艦一艦長が打ち立てたこの記録は、アメリカ潜水艦中他に及ぶもののない記録である。例えば、東ト徳トの積数別戦火トップの記録は3人の、艦長で打ち立てたものである。また、トン数戦火で、タングの上を行くフラッシャー・ラッシャーバーブの記録も、 複数の艦長が作り上げたものである。タング沈没事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。